ンザピーどうもカンタです。皆さんはニート東京というチャンネルをご覧になったことがあるでしょうか。ニート東京とはヒップホップ関係者を中心に様々な人のインタビュー動画が配信されているチャンネルであり、これまで様々なアーティストのプライベートについてが明らかになってきました。前回の動画ではそんなニート東京の中での有名どころを紹介しましたが、今回は隠れた神回について紹介したいと思います。トンゴングさんやベニザクラさんだけでは神回はないので、ぜひ楽しみながらご覧ください。チャンネル登録もよろしく。それでは行きましょう。まず最初に紹介するのがポエトリーラッパーとして日本の最前線で活動されているキツネビさんのエピソードです。キツネビさんというとラッパーの中でもかなりお酒が好きな人だそうなのですが、お酒が好きすぎるありとんでもないエピソードに発展してしまったと語っています。とんでもない事件が発生したのは健康診断の1日前。健康診断の際には胃カメラを取るためにバリウムを飲むことが必要なわけですが、その際に医師からその日にはお酒を飲まないようにと言われたものの、バリウムが便として体を外に出たためお酒を飲んでいいかもしれないと勘違い、朝まで飲み会を行った結果体に異変が発生します。なんとお腹が痛くてトイレに行きたい状態なのに便が出ないという緊急事態に発展します。さすがにそんな状態になってしまったことで恐怖したキツネビさんはスマホでバリウムお酒と検索したところ、なんとバリウムはお酒によって石のように固まってしまうということが判明。なんとバリウムがお腹の中に固まってしまっていたみたいなんですね。その塊を除去するためには基本的に医師の助けが必要なのですが、キツネビさんは医者に肛門を見せながらそんな治療するのは絶対に嫌だと自分自身で治療することを確認します。そしてその治療方法はなんと自分自身でゴム手袋をしながら肛門に手を突っ込み、そして痛みをストロングゼロで紛らわせるというもの。なんとかその塊は出てきたそうなのですが、その際の感想としては痛いものが出てきたとか、こんなに硬いものが出てくるんだではなく、ストロングゼロは麻酔薬として効果がすごいだったそうです。いや明らかに結論間違ってる。続いて紹介するのがラップスター誕生でも有名になったこのラッパースカイさんの生徒会長時代のお話です。スカイさんというと高校時代生徒会長をされていたそうなのですが、その際に校則を変えようと奮闘した結果思わぬ反響を呼び起こしてしまったということを赤裸々に語っています。事の発端はスカイさんの高校の厳しい校則にありました。当時の高校の校則としてはクロストッキング禁止となっていたそうで、冬の肌寒い季節でもストッキングを着用することは禁止とされていたそうです。こんな校則に対してさすがに女子たちがかわいそうということで、スカイさんは生徒会長として校則の変更を学校側に求めたそうです。最初学校側に提案したところ、ストッキングは気品がないと言われ、近隣高校の生徒たちはストッキングを履いているのにそれに対して気品がないというのかとスカイさんが反論すると、どうは言われても伝統だからと結局この校則は変えることができなかったそうです。そんな中でスカイさんの中にはやるべきことは全てできたという満足感で満たされていたそうなのですが、翌日になると生徒会長のスカイさんを褒めたたえる言葉ではなく、なんとスカイさんがクロストッキングフェチなのではないかという声が広がっていたそうです。いや生徒会長これは本当に辛いですね。続いて紹介するのがラッパージーターさんの恐怖体験。ただこれ恐怖体験と言いながら正直面白いエピソードでしかありません。この恐怖体験は4人でお昼ご飯に何を食べるのかというところを決めるシーンから始まります。お昼ご飯のメニューを決めるためにそれぞれが食べたいものを言っていき、その中で1つを選ぶという式で決めていたそうなのですが、まず4人のうち1人が俺マックと言って、その後ジーターさんは俺めちゃくちゃ牛丼、そしてもう1人の人物もめちゃくちゃ牛丼と言ったため、残った1人の人物がじゃあやっぱり牛丼じゃんという風にして牛丼に決まったと思いきや、ここから事件は発生します。なんとジーターさんに同調して俺めちゃくちゃ牛丼と言っていた友達が、いや俺牛丼じゃなくてマックって言ったよと発言。しかしながらジーターさんと最後にあじゃあ牛丼ねという風に話をまとめた友人はめちゃくちゃ牛丼だと聞こえたという風になり、お互いの間で言い争いが始まります。そして何より怖いのが、最終的にめちゃくちゃ牛丼と言っていた友達が自分自身はマックが食べたいという風に言ったが、その瞬間に俺めちゃくちゃ牛丼という言葉が聞こえたと発言。もしかしたら幻の5人目がいたのかもしれません。それにしてもそもそもめちゃくちゃ牛丼って何なんですか、ね、続いて紹介するのがレゲエ DJ として活躍されているジュンさんのジャマイカに関するお話。レゲエというとジャマイカが本場であり、ジャマイカに行くことはレゲエ DJ からしても憧れなわけですが、そんなジャマイカでとんでもない事件が発生したようです。ジャマイカに住んでいる知り合いのレゲエ DJ と曲を取るためにジャマイカに向かったそうなんですが、その DJ と出会うまでの取り巻きを交わすことが非常に大変だったそうであり、そこを通り抜けられないと一緒に収録ができないとのこと。そんな中で無事にレゲエ DJ との収録を終え、深夜に友達と帰ろうとしていた時に、なんと警察に車を止められてしまい、その後車の外に出ろと命令されてあげく銃を向けられてしまったとのこと。ジュンさんというとかなりそういった草むしりであったりとかタバコを吸わないというポリシーがあった中で、なんとその警察はポケットに例の草を押し込んできたとのこと。草むしりは絶対にしないと警察に伝えているのにポケットにそれを突っ込んできたことに対してジュンさんは怒ってしまったようである。その警官に対してかなりマジなトーンでボンボクラ、いわゆるクソとかクソタレみたいな意味のことを言ってしまったそうです。怒りのあまりにそのワードがマジなトーンで出てきてしまったってところも含めて面白かったエピソード。続いて紹介するのが薬ブーツはやめろでおなじみショウさん。まずショウさんのニート東京での出落ち動画として有名なのがこちらの神の水という動画。インタビュアーからの神の水についてお聞きしても良いですかという質問に対してショウさんは少し間を置いた後、伊田高山神の水神の水とめちゃくちゃハイテンションで絶叫。それだけで動画が終わるという神の水という動画があるのですが、それに続編が発表。ちなみにこの神の水とはショウさん自らがプロデュースしていらっしゃる地元飛騨高山のお水のことだそうで、なんとその水を試飲する動画が
7分にわたって挙げられています。前回の神の水と絶叫した時とは打って変わって、ひたすらに翔さんが丁寧に神の水を実況する動画が面白いです。ちなみにこの時インタビューはシーダさんなんですけど、常に笑ってるっていうところも含めて翔さんはやっぱりエンターテイナーだなって思います。神の水。続いて紹介するのがちょっとエッチで面白い AK69 さんのこちらのお話、パワースポットについてです。とにかく AK69 さんっていうのは本当にニート東京で神回しか生み出さない、本当に話が上手な方なんですが、そんな中でもこのパワースポットが一番笑えるという声をたくさんの方からいただきました。このお話はミクシーという SNS が全盛期だった頃に遡ります。当時 AK さんの知り合いの中にはミクシーを出会い系サイトのように使っていた人も多かったそうであり、そんな中で見た目の可愛いことをその知り合いのラッパーが何度もメッセージを交わした結果会うことに。この女性はかなり霊感というかそういった感じの気が強い女性だったそうであり、何かハンドサインのようなものを行うとここに気が溜まるみたいな話をされたそうです。その後お二人はいい関係になっていき、ホテルに向かうことになります。その後はもちろんそういった行為になったそうなのですが、そういった行為をしながら女性を見てみると、なんとその手の形を行ってより気を集めていたとのこと。なんとあの弁当的なことをしている際にもそのハンドサインをされていたそうです。まあ最終的に何かご利益があるといいですね。続いて紹介するのがこちらもラップスター誕生でチャンピオンになったこのラッパー、ヤルフさんの好きな銘柄についての動画です。好きな銘柄というと、これまでニート東京です数々の神回が生まれてきた動画、特にソンコングさんのホロ酔いとガンジャに関してはヒップホップ好きであれば一度耳にしたことがあるセリフですよね。もちろんソンコングさんだけではなく、この好きな銘柄という動画に関してはアルコールからいろんな意味で危ないものであったり、本当に幅広いものがこれまで紹介されてきました。ではラルフさんもかなりアンダーグラウンドのラップスタイルといって、そういったことを紹介するのかと思いきや、タバコはハイライト、水はクリスタルガイザー、お酒は飲まないです、と一通り自分の中で思い浮かぶ銘柄を言ったのか、その後何についての銘柄を話そうかと悩んでいたところを思い出したかのように、あ、最近蜂蜜にハマってますという意外な一面を暴露。ライブの後にマヌカハニーに関するものを食べると最近喉の調子が良くなっているというふうにおっしゃってました。まあ、かなりやっぱりプロ意識が高いっていうのと同時に、タルスさんの普段のイメージとは違う可愛らしい一面が見ることができる動画でした。ちなみにコメント欄では蜂蜜が何かの隠語なんじゃないかって疑われてましたね。いやいや、そこは認めてあげてください。続いて紹介するのが東京下町で活動しているラッパー、トカゲさんの人が飛んだ日という動画です。もうタイトルからして神回だっていうことはわかると思うんですけど、まさに人が飛んだとんでもない事件を暴露していました。トカゲさんたちのクルーがスタジオで練習をしていたところ、同じクルーのメンバーの彼女がクラブに遊びに行っていたところ、全く知らない男からちょっかいを出されている、そしてその男が同じくヒップホップクルーとして活動している他のグループだということが判明。当時トカゲさんたちのクルーもイケイケだったということで、現場があった渋谷ブエノスまでバイクで勝ち込みに行ったとのこと。その後そのクルーのメンバーにちょっかいを出していた他のヒップホップグループのメンバーを見つけるや否や、同じクルーの一員であるビッグ T さんは大激怒、なんとバイクで40キロから50キロを出したままその男性に対して飛び切りをしたとのこと。あ、なるほど、バイクから人が飛んで攻撃したのかと思いきや、その攻撃された男性側も10メートルほど吹っ飛んだとのこと。もうなんかクローズゼロとか新宿スワンとかそういう世界の話ですよね。ちなみにこの時ビッグ T さんは完璧に着地を決めたそうです。いや、身体能力すごすぎるでしょ。そして最後に紹介するのがネオチャラ男としても有名なこのラッパー TS さんの名前の由来について語った動画です。まあラッパーの名前というと本当に様々ですよね。例えば引き金サンドで活躍しているボンズさんなんかはもともと漢字名ではなくカタカナや英語で活動されていたそうなのですが、突然トーナメント表にあの漢字で書かれたことから今の活動名になっていたりとか、逆にガドロさんに関してはなんとなくニュアンスでガドロという名前がかっこいいからみたいな理由だったりとか、本当に様々あるわけですが、なんと TS さんは名前の由来はと聞かれたところ、わかんないんですよねと。もともと TA さんは DJ として活動されており、さまざまなラッパーに対してビートを提供していたそうなのですが、もともと翼という名前で活動していたのに、誰かが曲の中で TS と言い始めたところ、それがいつの間にか自分の名前になっていたということだそうです。ちなみに現在でもその TS と言い始めたラッパーについては誰であるかがわからないとのこと。とにかく楽しければ OK っていう TS さんの人柄が伝わってくる回でもありましたね。というわけでニート東京の隠れ神回について紹介してきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。おそらく皆さんが知っているものから全く知らないものまでたくさんあったと思います。まあニート東京これまで動画がたくさん上がっているので、これを機に今まで見なかったたくさんの動画を探してみてもいかがでしょうか。また皆さんのおすすめのニート東京動画あったらぜひ教えてほしいです。パンタのなんだかんだではヒップホップの面白さをより身近な存在にしたい、そんなコンテンツになってほしいと思い、毎日18時に動画を投稿しております。ぜひチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。またヒップホップについてより深く知ることができるチャンネル、カンタのなんやかんやでも活動をしております。こちらでも精力的に活動しておりますので、よかったら登録お願いします。というわけで次の動画でお会いしましょう。それではまた。僕的にやっぱりニート東京で好きなのはビッグさんが出てる回は全部大好きですかね。ビッグさんの自己紹介のところであったりとか、あと運転中にあれされながらしてたら思いっきりガードレールに突っ込んじゃったとかね。とにかく落ち込んでいる時にはビッグさんのニート東京を見るっていうのは皆さんのルーティンにしてほしいぐらいです。